はい、イベント結果です。ヒーロー、イエーイ、レイナンジャーの結果発表、4857ポイントで11947位ということで、おすくちゃねです、よろしくお願いしますということでね、これハイスコアやばく、これまさか、これまさかさやば、俺ハイスコアドートロサー取ってないやんはい、くちゃねです。イベント終わりました。はい、ですね、イベントこれ確かね、エンブレムね使い切ったとは思うんですけども、最後に使い切ったのは本当に何時ぐらい多分夕方ぐらい昨日の夕方ぐらいに全部使い切って、まあ、あとはまあまあまあその残り時間ギリギリぐらいの時に、まあ、ちょこちょこやって、もうちょっとポイント稼ごうかなと思っていたんですけれども、あの気がついたら21時を過ぎてましてあっと思いまして、やってしまったと思いましてね、その結果ねハイスコアの方もね、あのさすがにハイスコアももうちょっと真面目にやろうと思ったんですよ。最後の 2,3 回ぐらいはだいたい真面目に普通の編成でいってね、あのスコアは最低ライン取ってドートロぐらい取りに行くんですけども、それすらやらずにいないやってしまったということで、まあ、ただ一応まあ報酬一覧じゃないわ、そのランキングどうなのかな、これ1万位が44,000なんで、まあまあちょっと離れてるか、まあ、だから44,000のあのジュエルさえ獲得しといて、もうちょっとオーバー分やっとけば、まあ、その4桁いけたのかなということでございまして、まあまあでもいいでしょう。まあとりあえずね、リハビリなんで僕、ぶっちゃけデレスで結構リハビリ期間なのがあるんで、いや、ちょっと真面目にずっとやってきますけども、ずっとやってきてるけど、ちょっとこう、落ちてる時期も、繰り返して、今はここ、僕の中でまだ盛り上がってる時期ではありますので、まあ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 、上出来じゃないかな。まあハイスコアの方はもう、まあ、ちょっとね、もうええかなっていうもうハイスコアの方はもういいやっていう、結構諦めを出てる、とにかくまあちゃんとポイントランキングはちゃんとやろうということで、まあね、全部使い切ってね、まあ、4倍消費なんですけどもね、全部使い切って4万ポイントまでいったのでね、まあ4万4000までいってジュエルまで回収しといた方が良かったのかなと思いますけども、まあ、4万4000まで持っていくのにまたあとね、3200いるのか、まあ、そこそこねポイント稼がないといけないなというところもあるので、まあ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 いいんじゃないですかまあまあ上出来じゃないですかね。まあね、次のイベントのね、なんだ、次のイベントもね、あの告知が来ましたのでね、次はあれか、カーニバルか、またカーニバルが来ちゃいないマジカーニバルきついっすよ本当にカーニバルがやばいので、まあね、そのカーニバルが始まると同時にあれか、あのフェスゲーも多分ね来ると思うのでね、そのフェスゲーで、ね、アイドルをね、あの獲得して、そしてね、あのカーニバルに挑みたいなと思っているのでね、次のカーニバルこそはちゃんと SSS をね取ろうかなと思っています。ということで、こんな感じでイベント結果でございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。